はい、というわけで今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。今日はですね、対局パンダ、こちらの実況をやっていきたいと思います。先日ですね、カンナさん新職種が追加されたと、ですね、お知らせさせていただいたんですけれども、こちらのガンナさんちょっと育ててみましたので、このガンナさんにですね、クエスト回ってみたいと思います。でですね、このガンナさん設定がありまして、メーカーの後継ぎみたいですね。帝国のメーカーの後継ぎで、食費すら捨てて世界を見渡すことに夢中になっているというね。牽制スキルが得意で、様々な技を駆使し敵を牽制し、素早い攻撃で敵を撃ち抜く戦場縦横無尽ということでね、結構ね、まあなんかね、かっこいいスキルが多くて、他のキャラにはなかったようなスキルが多いので、ちょっとこちらのスキルの紹介とかもね、できればと思います。ですね、頑張るぞ。ですね、まずガンナーさんのスキルなんですけれども、4つありまして、まず1個目が、貫通力の高い浮かせ効果のある弾丸を発射するということで、エアーバレットっていうこちらですね。なんか貫通するのかな、だから後ろの敵にも攻撃できるのかな。で、エレメントチェンジっていうね、属性を付加する攻撃ですね。まあ、いろいろ属性の付加攻撃ができるよっていう技になってます。これ押すとね、なんか、炎になったり氷になったりするんですよ、このアイコンがね。で、そのアイコンの攻撃ができるって感じですね。で、これ超かっこいいんですよ、トリックボム。前方に飛び込み、手榴弾をばらまくってことで、なんか回避スキルにもね、結構使えそうな感じですね。で、これも超変わってて、煙幕弾を発射し、着弾点周辺に弾煙幕を発生させるということで、姿を消すことができる。で、攻撃を行うと姿が一瞬見えるということなので、確かに攻撃やるとね、攻撃されちゃうんですよ。はい。で、減速状態になるということで、まあ、敵がいっぱい集まっちゃった時にちょっと回避したりとかいう時にもね、結構使えるかなと思います。はい、そんな感じで行ってみたいと思います。今回は、2章のね、ボス、こちらの黄砂の使者、太古の守衛、暴君トロールに挑戦していきたいと思います。よし、行こう。待ってる。なんか月額会員なので、この翼、プレミアムガチャを回したら、このタイソンの翼が出て、ちょっと楽しいんですけど。よいしょ。まず、今、スキルを使ったんですけど、これ氷、あ、今いらん。炎ですね、ほら、めっちゃ強い。炎属性がついた、今、スキルですね。攻撃。二つ目のスキルが切れちゃった。よいしょ。で、最初のこの貫通弾、おお、めっちゃ強い、一発超かっこいいですね。この辺はまだね、結構さっき強化したんで、なんかあと今カタツムリくんがね、なんかダイヤの消費量でもらえる、あ、じゃない、スカイマちゃんかな。カタツムリくん強いのかな。すごい、全然強くなってる。あとは、この、あ、いった。手榴弾もやってみようかな。そんな感じ。どうしよう。かっこいい手榴弾。で、これ煙幕こんな感じ。ウェイ煙幕。煙幕で倒した。強い。こんなにやれてたの、中2さんから中3になりました。ガンダム。何があったんだ。ということで、次、忘却の地のね、こちら2つ目のボス行ってみたいと思います。やっぱ俺杖が楽しいんですよね、私。よっこいしょ、よっこいしょ、オッケー。ずっとここで出てくる系か、ここは。カシンさんでね、倒したんですけどね、全然記憶ないんです。ガンナーさん強すぎて、この正面防御の骸骨さん、正面から撃ち抜いてます。おお、ちょっとここ守っていいのか、最高の守衛。おお、待って待って、これ大丈夫か。ガンナーさんだから遠くからこっちでしょ。オッケー、貫通弾。おお、寄ってきた寄ってきた。うわ、ちょっと待って、なんかビリ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 して攻撃。うわ、
ちょ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 、それやだそれやだそれだね、それやだそれやだ。オッケー、一瞬見えなくなっちゃう。よし、あ、痛い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 よ、ここ。よいしょ、6星弾炎がついたらいいな。オッケー、オッケー。やばい、もう深山ちゃんがいなくなってしまったので、ワンオンワンの戦いになってしまった。あ、これやかな。よし、オッケー、復讐加速させていこう。オッケー、オッケー。おー、やだやだやだ、この氷はまずいっすよ、氷絶対。よいしょ、炎がきついな、炎が。雷か、まあ雷でもすごい。あ、ブレーキしてるかな。あ、ブレーキした。オッケー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 、クロー貫通、頼むよ頼むよ。あー、強い強い強い、結構削り切りたい、これ削り切りたい。あ、いった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 、危ない。強かった、ゴーレム守ってる。エレン星人は、めっちゃ動くな。なんか怪しいんですよ、このガランさんです。あー、星3つは取れなかったな。太鼓の試合はね、まあどうにかあった、結構強かった、ゴーレムさん。次、トロールさん行ってみたいと思います。推奨戦登録1万7000で、今1万5000くらいだったかな、結構ギリギリ。まあ、意外と時間かければいけるんですけど。オッケー、よっ、完成完成。オッケー、オッケー、オッケー。カタツムリやるな、カタツムリ。ちょっと待って、ちょっとここに大事っしょ。ゲイ、ちょうど後ろにいるとこの2人に攻撃やってたんですね、この。そう、両方でちょっと破壊しちゃった。よし、オッケーオッケー、イエイ、いった、頼むよー。敵男みたいな、オッケーオッケー。なんか倒された、めっちゃ倒された。なになに、今やりやり飛ばしてきた。カタツムリが頑張ってる。カタツムリ野郎が頑張って、結構カタツムリもね、レベル上げたんですよ。あの、上げる、さっきの時点で上げるマックスぐらいまで上げたんで、ちょっとカタツムリが上がってきてます。よいしょ。スロー状態。一応なんか、ウィークとか、なんか来たりする。うわ、めっちゃ強いじゃん。カタツムリ超頑張ってんじゃん、ほら。おお、いいね、いいね。余裕余裕、いけたいけた。よし、これはいったんじゃないかな、星さん。あっ、あ、いったいったいった、いきましたね。よかった。はい、そんな感じでガンナーさんでした。ガンナーさんめっちゃかっこいいんですよ。もうガガガッつって、ガガッつってね、あの手榴弾投げるときなんて、もうなんかその場でなんだろう、バク転なんであれば、バク転だか前宙だかしてるんでね、すごい運動神経もいい、あの名家のね、お坊ちゃまだったみたいですけどね。はい、爵位も捨ててね、かっこいいですね。はい、そんな感じです。はい、でですね、こんな感じでガンナーさんでございましたが、まずはアサシンさんにちょっと戻させていただいて、今ね、使い魔のガチャがね、新しく来てるらしいんで、こちらをやっていきたいと思います。キャラクター品、はい、というわけでアサシンちゃんに戻しまして、限定の使い魔ガチャ、こちらにやっていきたいと思います。ちょっとね、引いてるんでね、微妙にかけら持ってたりするんですけれども、充電で10回引くと、SSR 装備か、その、亡霊船長、タイマー、亡霊船長が出るんですけども、そちらが確定になるそうなので、そちらのガチャをやっていきたいと思います。頼むよ。出たらいいな、亡霊船長結構使ってる方いらっしゃって、強そうなのでね、いいなと思ってるんですけども。はい、では、いきます。1位、亡霊船長の魔法石100と。これ魔法石いっぱいあったらどうしたらいいんだろうとか言って。はい、では、
限定使い魔ガチャ10連いきます。10連でいいんだよね。はい、いきます、頼むよ。あ、なんか違う子が来た。氷国の法王の魔法石。ショボーン、ブルーセンチョン3つしかないや。これ。亡霊船長は残念ながらできませんでした。あ、いけた、亡霊船長召喚いけた、やった、かげら集まってた、亡霊船長召喚します、イエーイ、やったー、限定使い魔ゲット、めっちゃ強そう。ちょっとレベル上げよう。はい、亡霊船長早速レベル49まで上がりましたね。めっちゃ強くなった。ちょっと使ってみよう。やったね。この竜使いとかさ、全然倒せなかった、全然倒せないっていうか、なんかね、私倒せないんですよ。星1なんで、ちょっと頑張ってやってみよう。あ、ちょっとガンナー使った。あ、これ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 さ、亡霊船長はそのベイブ、あの、津波みたいに出してくるんですよ。津波。かっこいいなぁ。あ、変えちゃった、亡霊船長から。うそ、やっちまった。イフリートさんと、孫悟空さん。これ孫悟空さんもね、結構かっこいいんですよね。孫悟空さんとね、スキルで孫悟空さんになれるんですけど、なっちゃって。めっちゃかっこいいんですよ、こう。あ、ちょっと行っちゃった。転生時間が今迫ってます。早く出てきて。敵よ。で、技とかこう、この、孫悟空さんの技とか使えるんです。そらーめっちゃかっこいいっていうね。遊んだけなんですよね。ちょっと、亡霊船長戻したい。あー、かっこいい船長、めっちゃ強い。あ、なんかボスじゃなかったんか、めっちゃ使っちゃいましたけど。あ、そしてですね、今の限定アバターを装備させていてですね、このアメリカ装備ですね。ちょっと後でアバターの紹介もね、少しさせてもらおうかな。かわいいんですよ、セーラー服みたいな。なんかアメリカ装備って言って、全然スキル使ってなかった、喋ってたら。おー、なんか、何が起こってる？でもだいぶ強くなった気がする。めっちゃ。だってこんな、危ない危ない危ない。船長頑張れ、船長。さ、この間挑戦した時は全然このパンダが超強いって、流魂の使者がめっちゃ強くて全然倒せなかったんですけど、結構いけそう。ほら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 。いった！やったー！これ3取れたかな？ちょっと途中結構グダったからもしかしたら2かもしれないけどな。あ、2か、あと3秒か、惜しい。違う！違う、これ1分40秒だから、あと20秒か、結構大変だな。はい。あ、でですね、先ほどちょっと紹介するよって言ったアバターなんですけれども、このアバターっていう装備ができるようになって、これ、これ、今ね、セーラー服を装備させてます。セクシーセーラーですね。これなんて言うんだろう。冷酷な艶めく派ってことで。でですね、この、なんかいろいろね、この図鑑を見るといろんな装備ができるんですよ。こうやって。かわいい。ほら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 。あ、ちょ、これ。なかなかこの歯は結構地味な感じですけどね。あ、セクシー！いいね。どれがいいかな。この和風の女の子とかもめっちゃ可愛いですね。これどこで手に入るんだろう。エビルクイーン、いいなぁ。なんかこれによって、いろいろその能力も違うらしくて、そう、ロックを行うとアバター装備を変更しても外見のみしか変化しなくなりますということで、能力の固定はできるので、好きなね、こう見た目があればね、それで、固定してプレイすることもできるので、結構いいかなと思います。で、装備もね、結構揃ってきて、今、ポセイドン装備が、今一応5個ですね。早く頭とこの、何？指輪が欲しいんですけど。いや、頭はもうちょっとでかけらが集まるので、ポセイドン装備が揃いそうな感じです。結構ね、強くなってくると、いろいろその、なんだ、協力プレイとかもね、楽しいので、やっていきたいと思います。でね、もうすぐね、この先住機能っていうのがね、ロックされる、アンロックされるので、もう先住機能もね、先住はね、もうすでに、ゲット済みでございますので、先住機能も使っていければな、と。思っております。そんな感じの実況でした。
今日も最後までご視聴ありがとうございました。太極パンダね、ぜひ一緒にやってるって方がいたらね、フレンドとかまだね、全然ね、多分空いてるので、お友達になってくれれば嬉しいなと思っております。ということで、ツイッターやってます。アットシロクヨチャンネルでやってます。ぜひ、ツイッターフォローお願いします。YouTube チャンネル登録は下の赤いボタンから登録いただきますと、動画の更新通知が届きますので、そちらの方もぜひぜひご協力お願いします。ということで、じゃんけんいきます。せーの、シロクロじゃんけん最初はにゃん、じゃんけんぽい、チョキです。なので、グーの人、明日いいことあるかもよ。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。